SNS の犯罪に10代の若い子が巻き込まれる痛ましい事件が年々増えてきています。そんな SNS に絡んだ犯罪の中でも、特に多くの人に衝撃を与えた事件が、2019年、アメリカ、ニューヨーク州で起きたことを、皆さんはご存知でしょうか？なんと17歳の少女が殺害された写真が、インターネットで拡散されるという、なんとも、おぞましい出来事がありました。17歳美少女インフルエンサー、殺人事件。ここからは、グロテスクで残酷な表現が含まれます。苦手な方はご遠慮ください。2019年7月14日、当時17歳のビアンカ・デビンズさんが、インスタグラムで知り合った21歳のブランドン・クラークという男に殺害されました。殺害動機は、一方的なクラークの嫉妬心。しかしなぜ、彼女は殺害されてしまったのでしょうか。それでは本件を、時系列に沿って紹介します。事件、前日の7月13日夜、ビアンカさんは、クラーク、そしてインターネットで出会った男性と3人で、彼女が好きなアーティストのコンサートに車で向かいました。そのコンサート会場で、ビアンカさんと、もう一人の男性が手をつないでキスしていたことに、クラークが激怒。しかし、ビアンカさんとクラークに交際していた事実はなく、彼が、一方的に好意を寄せていただけでした。いつまでもしつこく、キスについて問い詰めるクラーク。そんな彼に、ビアンカさんは、家まで送ってくれないなら、車を降りて歩いて帰ると言い放つと、彼は、座席の後ろに隠していたナイフで、ビアンカさんの殺害に及んだのです。翌7月14日、午前7時30分、緊急電話番号の911に通報した、クラークは、救急隊員に、ビアンカさんを殺害したこと、そして、これから自らも命を絶つことを告げます。やがて現場に駆けつけた警察は、自ら、首をナイフで刺して、危篤状態のクラーク、そして、喉を切り裂かれ、顔に、血しぶきがかかって死亡していた、ビアンカさんを発見するのですが、さらにここから、戦慄が走る事実が、明らかになりました。実は警察に通報が入る前の、午前6時頃、クラークは、ビアンカさんの SNS のアカウントや、自分のインスタグラムから、ビアンカさんの遺体の写真を投稿して、ネット上に拡散。さらに、ビアンカさんの遺体の上に横たわったクラークは、自ら、命を絶つ様子を、インスタグラムで、ライブ配信していたのです。あまりに身勝手すぎる、殺害の動機。そして、過去に例を見ない、残忍な手段。それでは、ビアンカさんとクラーク、この二人は、どのように知り合い、そしてなぜ、殺されることになったのでしょうか。ビアンカ・デビンズさんは、2001年生まれ。10代前半に両親が離婚し、その後、母親と二人の妹と暮らしていました。彼女は、父親の暴力から母を守ったり、妹たちの面倒を見る、家族思いの一面を持ち、また学校でも、悩んでいる、友達の相談に何時間も乗ったり、いじめられていた子に手を差し伸べるなど、心優しい少女でした。また178センチの長身と、人目を引きつけるルックスで、地元でモデル活動もしていました。しかし一方では、感情の起伏が激しく、精神的に不安定な時期もあり、不登校や家出を繰り返すという一面もありました。そんな彼女が、心の平穏を求めたのが、SNS の世界。彼女は TikTok などで流行っている特殊メイクや特徴的なファッションに身を包む E-girl と呼ばれる10代の女の子。髪をピンクに染め、ゴスロリファッションを好んだ彼女の写真は SNS 上で人気を呼びました。そんな彼女の人気を支えていたのがネット住民の年上の男たち。孤独で社会的に満たされない問題を抱える彼らにとって、自分たちだけのコミュニティに存在する10代の女の子は、アイドルのような存在でした。彼らの中には、プレゼントやお金、さらには、ドラッグを送ることもある一方、女の子がプレゼントを拒否したりすると、誹謗中傷を送りつけ、ヌード写真を求める人物もいたそうです。そして、ビアンカさんは、そんな男たちを無視できず、ネット住民との距離が近いことでも、有名でした。そんなネット住民の一人が、ブランドン・クラーク。2019年5月、二人は、
インスタグラムで知り合い、ネット上でのやり取りを経て、実際に会うことになったそうです。友達としての付き合いが始まり、やがてクラークは、ビアンカさんの自宅にも訪れるようになります。当時の彼について、面識のあった、ビアンカさんのお母さんは、チャーミングで礼儀正しい青年だと思った。危険信号はなかったと証言。クラークも、ビアンカさんのお母さんに心を開き、施設や里親の間を行ったり来たりしていた過去について、話すようになっていました。一方、一時は、不登校になるなど、難しい時期を過ごしていた、ビアンカさんでしたが、その頃にはすっかり落ち着き、学校に戻るようになりました。そして地元の大学への進学も決め、高校も無事に卒業。彼女の SNS には、進学を喜ぶ心境を綴った投稿もありました。そして、彼女にとっては、親の付き添いなしで行く、初めてのコンサート。ビアンカさんのお母さんは、クラークと一緒だということを聞いて安心し、そして、親から許可が降りたとき、ビアンカさんは、大喜びしたそうです。しかし、これが、結果的に、最悪な結末を迎えることになってしまいました。SNS をきっかけに出会い、そして殺害された、ビアンカさん。そして残された遺族。しかし本件は、そんな遺族の心をさらに切り裂く、信じられない事態へと展開しました。それは、ネット住民による、ビアンカさんの遺体の写真の拡散と、誹謗中傷や憎悪に満ちたコメントの投稿。ネット住民は、ビアンカさんの遺族に向けて、彼女の遺体の写真を無理やり見せることに、サディスティックな快感を得ているかのような行動を取り始めます。例えば次の3つです。1つ、クラークの投稿を見たネットの住民は、すぐに、ビアンカさんのお母さんの SNS を特定。警察が殺害現場に到着するよりも前に、ビアンカさんの遺体の写真とともに、憎悪に満ちたメッセージを送りつけました。2つ、本件発生から数ヶ月間、ビアンカさんの名前で検索されたツイッターやインスタグラムでは、ハッシュタグリップビアンカが飛び交い、彼女の遺体写真はどんどん拡散され、誰もが簡単に目にしやすくなる事態。3つ、ビアンカさんのお母さんのフェイスブックに、遺体の写真に写生した画像を送りつけてくるものや、スーパーで買い物している時に、エアドロップで遺体の写真を送りつけるものの存在。このように拡散され続けるビアンカさんの遺体の写真と、憎悪に満ちたコメントで溢れ、無法地帯となった SNS のプラットフォーム。しかし見るに見かねた一部のオンラインユーザーが、草の根キャンペーンを展開。ハッシュタグを、ピンク色の空や虹の画像で溢れさせたことで、遺体の画像を減らすことに成功しました。これまで、多くのメディアやネットでは、SNS に端を発する、危険性についての議論が行われています。しかし、今も増え続けるネットを仲介した、様々な事件、ネットの危険性について、ビアンカさんのお母さんも、このように、コメントを残しています。確かに二人はインターネットで知り合いました。でも今は2019年です。それが、もう、普通なんです。また、今回の一連の事件を振り返って、このような発言もしています。彼のご家族でさえ、モンスターに変わるなんて想像できなかった。家族でさえ危険を察知できなかったのに、どうして、私たちにわかりますか？今回のことで一番恐ろしいのは、そこです。2021年3月、ブランドン・クラークは、第2級、殺人罪で、有罪判決を受け、ビアンカさん殺害の罪で、25年の終身刑を言い渡されました。欧米などでは、すでに一般的になっているマッチングアプリ。日本でも最近では10代や20代の若い世代の間で気軽に利用する人が増えてきていて、市場規模も1000億円以上と急成長しています。その一方で、男女関係にまつわる様々な SNS トラブルも急増しています。SNS によって、人はコミュニケーションを取りやすくなって、密な関係を築くことができたり、簡単に、不特定多数の人と知り合うことができます。そんな便利な面がある一方で、遺体写真など、モラルや常識を大きく逸脱する内容も、簡単に拡散されるという、SNS に潜む、恐怖の一面が、顕在化した事件。今回は、17歳美少女インフルエンサー殺人事件、について考えてみました。